よろしいですか。ちょっと部長不正の関係なんですけど、はい、今日の教育委員会の会議でその、まあ、府でちょっと揉めてた認定こども園の定員を減らすか、はい、減らすかという話の中で、今日中原教育長がその、議会答弁、教育委員の議会答弁の前の会議でですね、その立川教育委員にがその、まあ、府と松井知事と違う反対の答弁をしようとしてですね、そのことについて、まあ、中原さんがその誰に、まあ、その教育委員の立場にさせてもらってるんだとか、あと、まあ、それで反対するなら、反対のことを言うなら、まあ、自分もキャリアに続いたりするんで、その損害賠償請求するとか、まあ、罷免要求するとかいうようなことをですね、言われたと、まあ、それは誰が中原さんからその立川委員が言われたと。それだから一方当事者の話でしょ。で中原教育者は何て言ったんですか。言ったって言ってるんですか。で、まあ、今会見やってるみたいなんですけど、はい、まあ、不快な思いをさせたんで、まあ、自分の身体についてはですね、まあ、一晩考えるというようなことを言われてるらしいんですけど、まあ、なかなかその教育委員のその会、まあ、それは非公開の中での発言だったみたいなので、まあ、双方の言い分を聞いてみないとわからないかもしれませんけど、そういう、まあ、首長の意向をですね、まあ、違反することを言ったらそれはおかしいんじゃないかというようなプレッシャーをかけたということを、まあ、立川さんは言われているようなんですけど、僕が知事からさっき電話で確認したのは、決まったことに対して、一度決まったことに関してその立川委員がそれを翻すような発言をしようとしたから、それは違うんじゃないかということを言ったということですから、僕が聞いている限りでは、知事からの話を聞いている限りでは立川委員の方がおかしいと思いますけど、組織決定ということを知らない人なのかなと思いますけど、きちっと決まった以上は個人の意見はどうであれ、それは教育委員会として決めた以上は、それは個人の意見はいろいろあるかもわからないけど、そこを抑えなきゃいけないです。ちょっと不教諭はね、他の委員もそうですけども、個人の意見言い過ぎです。組織というものを知らない人が多すぎますね。議会の答弁なんか聞いてても、その教育委員会の決まったことじゃないのと、それをなんか個人の意見を自由に議会に答弁するっていうのはちょっと勘違いしてる人多いんじゃないですか、今日は。だから首長の、意向にね、何でもかんでも従う必要ないですけれども、ただ新しい教育委員会制度を見ても分かりの通り、大きな方針はやっぱり首長が決めながらね、その範囲で教育制度、教育の中身について、まあ、いろんな制度の中身についてこう決定していくのが教育委員会で、そもそも認定こども園のその定員数、これ教育委員会が決めることなのかどうかですよ、それは本来的に。教育のカリキュラムの中身の問題じゃないですから。大阪市役所の場合には子ども青少年局が所管してますから、最終的には僕決めてますんでね、だからその教育の中身とかね、そういうところに関してはそれは、これは副理長っていうものは権力的にいろいろ態度を振る舞いしなければいけませんけど、まあ以前僕も問題視されましたけども、入試をやるかどうかとかね、それから認定子ども園の定員とか、それは教育の専門家とかそういうことがやることではないと思いますよ、それは。でしかも朝日新聞毎日新聞が大好きな政治的な中立性なんてね、これ政治的な中立性保つことでも何でもないじゃないですか、定員数なんていうのは。こんなの施設の定員数なんだから、それはおかしいですよ。ちょっと不教諭はおかしな人多いんじゃないですか。そういう意味では別に身体はまあ一日考えられると言われてるみたいですけど、秘書としては別にそんな全く身体を考える必要はないんじゃないかと。いや、その中原教育長がなかったら不況に回らないですよ、それ。また以前の不況に戻ってしまう、まあ、だからそこの発言とか、ね、そこは問題あればきちんと謝罪しなければいけないし、ね、そこは改めるところは改めなきゃいけないんでしょうけども、僕が聞いてる限りは決まったことについて個人的な意見を言おうとしていたということも聞いてますしね、そもそも定員の問題は、それ教育委員が
ああだこうだ言うような話じゃないと思いますよ。それはそういうのはちょっとこれは不協議、まあ、以前影山委員も保護委員もちょっと僕で僕との間で見解で対立になったんですけども、制度の問題とかそういうことは教育委員は素人なんですから、